つもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで今回はね、口癖についてね話をしようと思います。口癖って様々な深層心理が隠されてるんですよね。でね、すごくね多い相談として、付き合う前はこんなんじゃなかったとか、なんかこんな子やと思ってなかった、だけど、まあ、実際付き合ってみたら、あるいは結婚してみたら全然違ってて、ちょっとなぁみたいな相談って多いんですよ。なので付き合う前のね、相手の口癖から相手の深層心理を読み取ることができれば、その後のねお付き合いとかもですね、想像しやすいのかなとか、失敗しにくいのかなというふうに思うので、よくあるね口癖ですね、そのあたりを中心にご紹介していこうと思います。ということで、女の口癖一つ目、みんな言うてるです。みんな言うてるっていうのをですね、口癖にしているタイプの人の性格っていうのは、責任を持つのが嫌だっていうことなんですよね。だからいざとなったら、あなたのことを盾にして逃げる可能性がある。あるいはあなたに対して、責任をすべて押し付ける可能性があるということです。私今めっちゃ爽やかな感じで、あなたに対して責任を押し付ける感じがありますみたいなこと言うんだけど、嫌だなって思うなら、みんな言うてるっていうのをですね、あまり言わないタイプの女性がいいかなと思いますね。で、みんな言うてるっていうことは、自分自身を含めっていうニュアンスにも取れるし、自分は言ってへんけど、みんな他の人は言ってるよっていうニュアンスにも取れますよね。いずれにせよとても小心者で、依存傾向ですね、というのも強いタイプです。だからどんなに態度が大きいですね、こう結構はっきりものを言うタイプの子であっても、この言葉をですね連発するという場合は、大きい態度取ってるだけで、実はめちゃくちゃ小心者というふうに思った方がいいですね。ただ悪い方のニュアンスとして、みんな言うてるっていう場合と、いいニュアンスとして、いやみんなもすごいいいって言ってたよとか、みんなもいいって、言ってるの聞いたもんみたいな感じで褒め言葉として使ってくるという場合はこの限りではないので、褒め言葉としてみんな言うてるっていうのは、それはそれでね、こう自分自身の言葉にあまり重きを置いてなかったりとか、価値を感じてないっていうふうにも取れるんですけど、精一杯褒めようとした結果か、そういうニュアンスになってるっていう言い方もできるので、どういう場面でみんなも言うてたよというふうに言うかですね。そのあたりはね、見てもいいのかなと思います。そして二つ目、〇〇。この〇〇は自分の名前ですね。〇〇はねっていうタイプです。自分自身のことを私というふうに言うのではなくって、名前ですね。私だったらマミなので、マミはねっていうふうに言うタイプの女性っていうのは、自分のことを特別だと思っている、あるいは特別扱いしてほしいというふうに思っているタイプが多いです。大人になるとね、だんだんプライベート以外で自分のことをですね、名前で呼ぶっていう機会って、減ってくるというか、大人の振る舞いとして、幼さが出てしまうので、やめる方が多いんですよね。でも、中にはね、いつまで経っても自分のことを名前で呼ぶという方もいらっしゃって、で、そういう場合はですね、少し幼いですね。恋愛観というよりも、その人自身が幼いタイプというふうに考えた方がいいですね。なので、当然、幼いのでわがままだし、あとは試し行動もめちゃくちゃ多いですね。で、めっちゃすねやすいし、親しいとか親しくないとかに限らず、自分を特別というふうにして扱ってくれないと、文句言ったりとかですね、機嫌悪なったりとかするタイプです。なので、自分のことを名前で呼ぶ場面っていうのが、二人きりとかだったら、それは甘えてるということなので、ほっといたらいいんですけど、誰に対しても、どこでも自分のことをですね、名前で呼ぶタイプというのは、かなりめんどくさいし、ずっとこう、おもりをし続けるっていう、幼児とベビーシッターみたいな形でね、そういう関係性でずっと行くことになるので、それがいいかどうかですね。そのあたりはやっぱ考える必要があるかなと思います。そして次、三つ目が、普通は〇〇ですよね、です。普通はさっていう風に言うタイプって、しかも連発するタイプというのは、人の意見にね、あまり耳を貸さない、ちょっとですね、自分の中の決め事が多いタイプです。普通は〇〇ですよねとか、これって〇〇に決まってますよねという風に言うタイプは、反対意見に耳をね、貸すことができないタイプが多いです。そもそも普通とか常識的にはっ
ていうのって人によって違うじゃないですか。なんですけど、普通はなんとかですよねとか、一般常識的にはこうじゃないですかっていうふうに言われちゃうと、そもそも常識とは何かっていうですね、すごく壮大な話をすることになる。だから論点が急にめっちゃ広くなってしまって、そう言われた場合は、相手からするとね、やっぱめんどくさいし、そっから話し始めるってめっちゃ時間かかるやんっていう風に思ってしまうので、まあ諦めて、まあ普通はそうだよねっていう風に話を合わせることが多いです。なので普通はこうだよねっていう人って、まあ、自分が自分の価値観であったりとかですね、自分のまあ観念ですねっていうのを人に押し付けているっていうことにいつまで経っても気づかないっていうことが多いですね。だから相手の意見をすべてこう丸ごと受け入れることができる心の広さがあるんやったらいいけど、でも普通は〇〇だよねっていう、すべての人類を味方につけた状態で意見を言ってくる人に対して、やっぱこう、それってどうなのっていうのって、自分がね、すごく話術が巧みとか、めちゃくちゃ語彙力があるとかっていう場合を除き、やっぱ結構しんどいのかなというふうに思います。次に四つ目が、何に対しても可愛いです。本当にね、自分が可愛いと思っているものに対して可愛いっていうのは全然いいと思うんですけど、たまにね、何に対してもとにかく可愛いって、まあ、言っときゃいいというか、まあ、それ以外の言葉を持たないというか、まあ、それが唯一の褒め言葉であるかのように可愛いを連発するタイプの方っているんですけど、可愛いを連発するタイプの方っていうのは本当に可愛いで思ってるというよりは、可愛いって言ってる自分自身がめちゃくちゃ可愛いと思ってるっていう、ちょっとこう打算的なタイプが多いです。なので目についたそのものが可愛いというよりも、それを可愛いって言ってる自分の感性、まあ、それをアピールしたいっていう狙いがあって可愛いというふうに言っているので、ちょっとですね、まあ腹黒いところがあります。まあそれも含めてね、その子の魅力として受け入れられるならいいんだけれど、特にね、可愛いを連発するタイプの子って外見が天使そのものだったりするんですよね。だからその腹黒さが悪いギャップになってしまって思ってたはずじゃなかったにつながりやすいので、あんまりにも可愛いを連発するタイプというのは、まあ、実際は腹黒いのではないかですね、打算的なのではないかというふうにちょっと疑ってもいいのかなと思います。そして5つ目が、そうは言うけどさです。そうは言うけどさっていうのですね、こうアドバイスをするたびに必ず言う方っているんですよね。ちょっと待ってよとかですね、いやそんなん言ったってさとか、まあそれはその通りなんやけどというふうにですね、こっちが何かこうアドバイスをするたびに必ず反対意見を言ってくるタイプというのは、余計なプライドが高いタイプです。でもとか、だってさとか、そうは言うけどさというふうに相手の意見に対して、まあ、まず否定から入るタイプというのは、まあ、自分の世界観であったりとか、まあ、自分が今まで生きてきたものですね、そこで出会ってきたものが全て正しいというふうに思ってたりとか、あとはこう自分が今まで経験したもの以外のことを、新しい世界っていうのをですね、柔軟に受け入れることができない、まあ、余計な頑固さを持っているタイプが多いです。もちろんね、人って新しいものが入ってきた時にまずは否定してしまうものなので、その反応がね、間違っているとか言いたいわけではないんだけれど、でもいつまで経っても受け入れられへん人っているんですよね。状況から見ると絶対に新しい世界観であったりとか、まあ新しいものをですね、受け入れなければいけないのに、なかなかね、一歩踏み出す勇気がない。でもその勇気がないっていうことを人のせいにしている。よくよく考えたら、自分自身がただ一歩踏み出せないっていうだけのね、とてもシンプルな話なのに、まあそれをね、自分は一番正しいという世界観で生きてるばっかりに、なかなか受け入れないですね。で、そういうタイプの人って、それがね、悪いというわけではないんだけれど、でも一緒にいるこっち側が柔軟で居続けなければいけない。だって世界はどんどん変わっていく。でも自分のパートナーは動かないので、板挟みになってしまって、とてもしんどい思いをするので、まあそれがいいかどうかですね。そのあたりはやっぱり考えた方がいいかなと思います。そして6つ目が、ほら言ったのにです。ほら、だから言ったのにとかいうタイプはですね、まあかなり自己中なタイプですね。これ言う場面、あるいは言われる場面って、失敗した人がいて、その人に対して、ほら言ったやんとか、だから前に自分は忠告したやろとか、まあ言う場面なんですよね。でもそれって、失
敗した人なんだから、やっぱりこう、その人の傷口にね、塩を塗り込んでるのと一緒なんですよね。なので、ほら、だから言ったやんっていう言葉ってね、その落ち込んでいる人、あるいは失敗した人を慰める言葉であったりとか、奮い立たせるような言葉ではなくって、単純に自分の正当性であったりとか、正しさっていうのを相手に分からせるためだけの言葉です。ほら言ったやんっていう言葉は、その言葉を言った側がスッキリする言葉であって、まあ、誰かのためになるかっていうと、まあ、ほぼ効果がない言葉。どっちか言うと、その人の気持ちを思いやれないっていう印象だけを与える、まあ、ネガティブな言葉かなというふうに思うんですよね。だから、その言葉を言ってくる人、特にこう、話を聞いてほしいって相談してきたりとか、慰めてほしいっていうふうに言ってきた人に対して、ほら言ったやんっていう言葉は、ちょっと自己中なタイプが、まあ言うことが多いかなと思います。ただしですね、何回も同じ失敗を繰り返している人っているじゃないですか。次は大丈夫やって失敗して、その次も大丈夫やって失敗してっていう、まあ成長のない失敗を繰り返している場合ですね。その時に周りから、ほら言ったやんとか、前も同じことやったやんっていうふうに言われるのは、まあそれはね、しょうがないというか、甘んじて受け入れるべきかなというふうに思うんですけど、一回目の失敗とかで、ほら言ったやんっていうふうに言われるのは、ちょっとですね、言う側に問題があるかなというふうに思います。そして、七つ目が嫌いです。すぐにね、嫌いっていう言葉を使う方いるんですけど、このタイプはね、かなり保守的なタイプですね。特にね、今までこう会ったことがない、ただテレビで見ているだけの芸能人であったりとか、インフルエンサーに対して、よく知らないのに嫌いっていう人ってまあいらっしゃるじゃないですか。あの人嫌いやっていう風にね、言う人っていると思うんですけど、そもそもね、直接会ったこともない人に対して顔見ただけで嫌いって判断するってね、やっぱりかなり保守的なタイプだな。だからその新しいことを受け入れるっていうことが苦手なタイプなんだなという風に思います。まあプラスして言うと、ちょっと自己中なニュアンスも入ってますよね。だって、この人好きやねんっていう話って聞いてて楽しいけど、あの人嫌いやねん、あの人も嫌いやねんっていう話ってあんま面白くないでしょ。聞いてて嫌になる話なのに、誰にもプラスにならん、しかもそのお互いに別に知り合いでもない話をしてくる人っていうのはですね、まあ、ちょっとこう人のことを思いやることができない、自己中でもあるし、変化が苦手だし、まあ、人を選ぶというか、まあ、いいニュアンスはないのかなというふうに思いますね。だから悪いことではないんですよ。自分が好き嫌いをね、はっきり決めるっていうのは悪いことではないんだけれど、でもそれをわざわざ人に言う必要はないのかなというふうに思います。ということでまとめです。今回は女性の口癖ご紹介しました。まず一つ目、みんな言ってるですね。そして二つ目、〇〇自分の名前ですね。はね、というふうに自分の名前を呼ぶ。で、三つ目が、普通は〇〇ですよね。で、四つ目が、何に対しても可愛い。そして五つ目が、そうは言うけどさ、ですね。そして六つ目が、ほら、だから言うたのに。そして七つ目が、嫌いです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？まあ、今回はね、口癖についてお話をしたんですけど、あのね、まあ、この口癖をよく言う女の子と付き合って、で、いや、ちょっと思ってた感じと違うなっていう風になってしまっている、もう現在なってしまっているっていう場面ね。まあ、この場面で、その女の子の口癖を、まあ直すというか指摘することによって、口癖って意識せずに言ってるので、それを指摘することで性格が変わるかっていう話なんですけど、私はね、ある程度強制されると思います。なんでかっていうと、性格っていうのは自分自身が練り上げるっていうよりも、環境であったりとか情報が作り上げるものだと思うんですね。なので耳から入ってくる情報ですね。自分の声によって自分自身の性格っていうのは作られていくので、口癖を変えると徐々に性格というのもすぐに劇的な変化っていうのは難しいし、その口癖をね、言うことによってこっちがどういう印象を受けるのかっていう話は必ずするべきだと思うんですね。例えばこう、普通は〇〇ですよねっていう
口癖とか、普通っていうのはその子だけのものであって、あるいはその時代のものであって、かなりこう変化していくものであるっていうですね、まあこれはもちろん相手の機嫌がいい時にその普通とは何かっていう話とかを必ずするべきだとは思う。でもそれによって相手が理解することができれば、その口癖を言わなくなるので、なのでね、だんだんこう性格もね変わっていくかなというふうに思います。だからすぐにね別れを考えるとかではなくって、ちょっとこうそういう方向で考えてもいいのかなというのは思いますね。まあよかったら参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。